6月19日1964日1 9年の今日は俳優ぬくみず陽一ささんがご生誕された日です1999年「ゴジラ2000ミレニアム」では列車の乗客役を2001年「大怪獣総攻撃」では孫の手島の民宿に泊まっていた男性役を演じました海だって言うから海水浴だろうって何持って海水浴だりだって何考えてんだお前たちは 宮崎県出身の俳優として、たびたび郷土愛を熱弁しており、2016年、宮崎ブーゲンビリア空港では、ぬくみずさん等身大ご本人像と一緒に座れる、ひなたぬくぬくベンチが設置されました。現在も宮崎県人の期待を一心に受け、個性派俳優としてご活躍されています。